関東大学アメリカンフットボール春季オープン戦慶応図立教大学ラシアーズ対慶応義塾大学ユニコーンズの試合フットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長松川達也、そして解説には元日本代表ランニングバック高田洋一さんにお越しいただいております。高田さん本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日のアミノバイタルフィード薄曇りの空、ちょうど日がまあ薄日が差してという感じでフットボールをするにはちょうどいいような気候になりますかね。そうですね、ちょっとただ風がありますけどね、はい、そうですね、ただそうですね、昨日と同じぐらいの風なんですけど、ちょっと向きが風の向きがちょっと違うみたいな感じがしますね。そうですね、画面向こう側慶応義塾大学の、ね、応援席のこう旗が右から左へ揺れています。画面右奥方向から左、あ、右手前方向が左奥に向かっての風というふうになります、うん、今日のアミノバイタルフィールド手前側白のジャージが立教大学、奥のベンチネイビーのジャージが慶応義塾大学となっています。この両チーム昨シーズンは両チームとも2勝5敗、明治大学を含めた、ね、三つどもえになりまして、はい、立教大学が5位、慶応義塾大学が順列6位という昨シーズンでした。そうですね、はい、まあまあ秋も同じ対戦があるので両チームとも秋を見据えた戦いになるんじゃないでしょうかね、はいはい、今日はね。そうですね、まあ、前年度の順列が5位と6位、通常であれば、ね、こう最終戦、まあ、一番大事な試合での再戦が予定されているこの両校になります。うん、そうですよね、はい、さあ今これからコイントスが行われるところ、レフェリーが立教の森上キャプテンの肩を叩きました。立教が選択権を取ったようですが、後半のチョイス、後半の選択権を選びました。慶応義塾大学はレシーブを選択、立教大学が画面右から左へキックを行うという形。立教大学ラシアーズ対慶応義塾大学ユニコーンズ、本日の第一試合まもなく開始となります。セレモニーを終えました。主将副将のもとに両チームの選手が集まります。これから試合開始というところ、さあまずは白のジャージ立教大学のオフェンスのスターティングメンバーからご紹介していきましょう。立教大学オフェンスのスターティングメンバーはオフェンスラインが67番の三住、68番の伊藤、69番の佐藤、70番の坂根、そして77番田口というオフェンスライン。ランニングバック2番荒竹、21番林と入ります。ワイドレシーバーが4番長島、80番川本、81番伊勢、クォーターバックは3番若狭という立教大学オフェンスのスターティングメンバー。続いて立教のディフェンススターティングメンバー、ディフェンスラインに13番に岩田、93番岡、97番中瀬、そして99番原崎と入ります。ラインバッカーは40番の南、42番の吉野、62番の野川。ディフェンスバックに1番中田に8番森上、22番若林、そして86番田畑と入っています。対します慶応義塾大学オフェンスのスターティングメンバー、オフェンスラインは右から76番の兵頭、58番の松本、60番の小池、56番長谷川、77番柳瀬と入ります。クォーターバックは12番の名倉、タイトエンドに87番の鈴木、スロットバック15番の長谷川、ワイドレシーバー2番の佐藤と11番の関戸、ランニングバック31番山本と入ります。慶応のディフェンスはディフェンスラインに79番斉藤、90番並木、97番山本、ラインバッカー3番の平岡、18番の中野、47番榎本。ディフェンスバックに1番萩原、6番四方に、19番斉、21番田中、そして23番東方と入っています。さあ両チームの選手がフィールドを引っ張りました。画面右側白のジャージ立教大学、98番の吉田武弘がキックオフを行います。さあ風上からのキックオフどのぐらい飛ぶかというのがね、ちょっと今日の上空どんな風になっていますか。吉田のキックオフ蹴り込んできました。高く飛びましたね。そうですね、エンドゾーンの中、はい、17番の岩井ですかね、はい、ワイドレシーバー登録の岩井がキャッチ、エンドゾーンの中でキャッチして膝をつきまして、はい、タッチバックとなりましたね、はい、自陣の25ヤード地点から慶応義塾大学の攻撃ということで試合が始まります。今シーズンからのルール改正でね、25ヤードの違うフェアキャッチすれば25ヤードからなりますというルール改正が実行される予定という、まだ予定ですが、予定ということになっていますが、これは文句なし、エンドゾーンの中入りました吉田のキックオフ。さあ慶応のファーストシリーズ自陣の25ヤード地点から
クォーターバック12番名倉が構えます。まずはパスからだ。31番のランニングバックの山本への、ね、はい、フラットのアウトのパスでしたね、はい、これは見事に成功して500ぐらいのゲインですかね、はい、さあそして慶応今年も行きます。このノーハドルオフェンス、今度はセカンドはピストル体型、ファーストターンまで残り5ヤード、セットしてからこう名倉が指示を出しました。真ん中これは捕まった。立教の99番はディフェンスライン原崎。今はあまりも立教のディフェンスラインの出足が速かったですよ ね、はい、そうですね、真ん中の1ヤードぐらいロスですもんね、はい、さあ3段に変わります。ランニングバックの入れ系早いタイミング右サイドへパス取らせて走らせようというところですが、これは捕まる。そうですね、15番のスロットバックの長谷川のバブルスクリーンみたいな感じになりましたね、はい、サイドに出てランアフターキャッチを狙ったプレーですけどね。ただこれも立教流れ早かった、早かったですね、はい、ラインバッカーとコーナーバックですかね、はい、1ヤードゲインしたかどうかというところ。第4ダウンに変わります。9番広田が出てきました。パンターの位置、慶応義塾大学最初の攻撃はパントということになります。リターナー1枚、荒竹がリターンに入る。立教の2番、ヒット受けたところ外して出ていきました。まずまずのリターン、自陣の44ヤードというところまでリターンしました。攻撃権は立教大学に移ります。さあ立教大学最初の攻撃シリーズ、左にレシーバーを3人置きました。ハンドオフ持たせています。ランニングバックの21番の林総一郎の、はい、インサイドのプレーでしたね。これもほとんどゲインがあるかないか。そうですね、というところですかね。ゲインはあります、少し前出ましたかねという程度。さあ立教大学セカンドプレー、今度は左右2人ずつのレシーバーを置いて、これも持たせる。林が、うん、これも上がりにくい。はい、そうですね、今度は 2×2 体系から右にセットしていた林くんのから左への、これは今度はパワープレーになりましたね、はい、インサイドをついたプレーですけど、はい、これで1ヤードゲインしたかしないか、ね、これもしたかどうかというところ。慶応のディフェンスラインの90番の並木でしたかね、一番最初割って入っていました、はい、慶応のディフェンスラインも今動きいいですね、はい、で2プレートもインサイドのプレーでしたけど、はい、しっかりと反応してますからね。さあサードダウン、長い距離が残ったところ、右にレシーバーを3人にしてフェイクを入れて、若さがパス、インターセプト。21番の田中ですね、慶応、はい、まだボール持ってません、まだ持ってる、これはそのまま持ち込むか、あーっとここで捕まりましたね。ただこれもロングリターンになりました。30ヤード近くリターン、今田中君がうまくレシーバーの前に入り込みましたね、はい、ディフェンスバック田中 A のインターセプト、攻撃権は慶応義塾大学に移ります。さあ慶応2回目の攻撃シリーズ絶好の位置から敵陣の24ヤード地点、まあ、一応もうフィールドゴール圏内ですからね、はいはい、ただ慶応としてはここをしっかり攻めてタッチダウン取りたいところでしょうね、はい。さあ2回目の攻撃シリーズ、クォーターバック変えてきました。98番の三輪が出ています。2年生のクォーターバックですね、はい、さあ立教はプレッシャーかけに行こうとしたところ、はい、29番の谷田ですかね、はい、左のフタックルオープンをつきましたけど、ここでファルマークが出てますね、はい、反則があったというコール。どうですかね、立教の選手がプレッシャーかけに行くときちょっと早かったか、どうでしょう。審判団が集まって確認をしています。なオフサイドですね、守備側ですね、はい、
5ヤードの抜体ということになります。慶応義塾大学、まあ、先ほどのランプレーね 2,3 ヤードゲインはしていたんですが反則もらった方がいいよということで5ヤード進んでファーストダウンのやり直し。宮川これはパス88番ですかね、ワイドレシーバーワイドレタイトエンドですか、南涼介選手へのパス。そうですね、アウトのフラットのパスでしたね、はい、まあ、キャッチしたところですぐ捕まりましたけど、はい、ファーストまで更新までもまだ1ヤードぐらい残りましたかね。そうですね、4ヤードのゲインということになります。慶応義塾大学次の攻撃第3ダウン、セカンドダウンですね、あ、失礼、セカンドダウンですね、そうですね、ファーストプレー反則での抜体、そして2ファーストターンのやり直しはパス成功。慶応はパス真ん中通したゴール前まで来ました。これでファーストターン獲得、はい、ワイドレシーバーですかね、はい、24番ですか、大外から入ってきたのは24番ですね、誰になりましたかね、はい、吉田君ですかね、ランニングバック登録吉田君ですね、ですね、はい、ただランニングバックというよりレシーバーの位置にいましたよね、大外から入ってきたようには見えましたがさあゴール前ファーストダウン取りました。持たせて、しかしこれは前が詰まった。ランニングバック6番は根岸慎也、立教が詰めてきました。62番ラインバッカーの野川、ロスになっています。2ヤードぐらい下がって第2弾エンドゾーンまで6ヤード、ポストへパスインターセプト、あ、そうですね、これはちょっといけないですね、1番中谷が、うん、もう中谷に飛んだようなパスになってしまいました。ちょっと三輪君もう投げるとこ決めちゃって投げたって感じですよね、はい、ポストの下に投げたって、はい、ボールだけ運んだって感じでしたからね、そこにはいましたね、立教の中谷君がしっかり待ってましたもんね、はい、そしてこう、まあ、レシーバーに、ね、こう指示を一つ出してからこうパス投げたんですが、はい、そこにこう中谷がスルスルっと入ってきてインターセプトという形、エンドゾーンの中インターセプトして膝をつきました。自陣20ヤードまで戻って立教大学2回目の攻撃ということになります。さあ立教大学ファーストシリーズはランランを止められてパスをインターセプトされるという立ち上がり、2回目の攻撃シリーズ、さあクォーターバック3番の若狭どうしこの攻撃持っていきますか。石場探して探してパスをインターセプト、うん、今度は55番ですかね、慶応義塾大学55番はラインバッカーの、ラインバッカーの後藤力夫、ただ今はいい反応をしましたよね、はい、でもラインバックあの位置からがすぐにボールめがけて動いてキャッチできましたからね、はい、さあここまで早くも両チームは合わせ3つ目のインターセプトという、さあそして慶応義塾大学に1番ですね、西澤拓磨選手パス通した、都立西高から来てる選手ですかね、西澤君は、あ、いえ、清風高校出身3年生、ワイドレシーバー81番浦修吾へのパス通しました。さあ12ヤード付近一気に攻め込んできます慶応義塾大学、ファーストターンはピストル体型、ハンドオフ真ん中、これはきっちり止めた慶応のエステ、うん、そうですね、ラインバッカーとディフェンスライン2人にしっかり今サンドイッチされましたからね、はい、ちょっと慶応の前オフェンスラインが誰もブロックできてなかったっていう感じでしたね、はい、今秋山がね21番のラインバックボールもらったところにもう立教の選手が詰めてきてました、うん、さあ西澤がこう何か右サイドに指示を出しました。パスの構え、左サイドでパス通した、ワイドレシーバー11番は関戸隆一郎、
ですね、関戸はもう 昨年から活躍してる選手ですよね、はい、うまくディフェンス背中にしょってパスキャッチ、そのままファーストダウン取っています。さあまたゴール前までは来ました、慶応義塾大学ゴールまで2ヤード。さあここで笛が鳴ります。6分経過、ウォータータイムアウトが取られます。立教大学対慶応義塾大学、関東大学春のオープン戦、慶応ズフットボール TV でお送りしております。まあ、慶応今これ3人目の西田君なんですけど、ね、はい、なんか西田君がまあ一番調子いいみたいですね。そうですね、ここまで2つね、綺麗にこうパスを2つ通してきまして、ここまで来ました。さあウォータータイムアウト明けてのファーストダウン2ゴール、一つ投げる構えから、はい、そうですね、立教のディフェンスライン早かったですね、はい、67番ですよね、ディフェンスライン、はい、ディフェンスラインの三隅雄二、この選手オフェンスラインのスターティングメンバーとして入っているんですがね、 OLDL デフに登録されています。両方面の出てるんですかね、はい、まあ、あるいはね、こういろいろ春ですって試していってというところなんでしょうか、はい、まあ、非常に能力の高い選手なんでしょうけどね、はい、非常にこう、ね、サイズはあります。はい、今日ウォーターバックキープしてそのまま、ああ行ってました、タッチダウンになりましたね。西澤がエンドゾーンにボールを持ち込みました。ハンドオフをフェイクしてからこう、そうですね、ゾーンリードだったのかもしれないですけどね、はい、ワンフェイク入れてそれを抜いてから左側のフタックル付近をついてタッチダウンでしたね、はい、慶応が3回目の攻撃シリーズでタッチダウンを上げました。慶応義塾大学クォーターバック1番西澤のクォーターバックキープ、さあそしてトライフォーポイントを行います。広田のキックが決まります。慶応義塾大学タッチダウンを上げ、タッチダウンを上げて先制。第1クォーター6分と39秒、クォーターバック1番西澤のタッチダウンなんでした。慶応義塾大学のキックオフ、得点した方のキックオフから試合が再開されます。キッカー9番広田がキックオフ、高く蹴り上げた10ヤード付近から左へかわせるか、かわせるか、抜けてきた30ヤード超えて縦に上がる。立教22番は若林和樹のリターン、ボール自陣34ヤード地点まで若林がリターンしました。この地点から立教大学攻撃開始、ファーストダウン10。若林君もディフェンスバックの選手なんですけどね、はい、やっぱり足は速いですよ ね、 そうですね、左サイドこう、ね、横に流れて縦に上がれるかと思ったら、うん、そこからうまく、ね、スピードで抜いていきました。2番荒竹ですが、これも捕まっている。そうですね、ちょっとインサイドのプレーはここのところ出ないです、はい、出てないですよね。3つ目だと思いますけど、まだね、そこのゲインになりません。3つでやっと3ヤードぐらいのゲインというところになりますかね、はい、3回使って。セカンダー残り9ヤードと変わります。これも荒竹にません、これは抜けた、これはフタックル付近、左のフタックル付近がついたプレーですけど ね、はい、そうですね、これは今のは荒竹君の個人技で抜けたような感じですね、はい、カットしてからインカットして上がってからは早かったですよ ね、はい、ですね、これでファーストダウン取りました立教大学。
自陣48ヤードまでボール進めました。立教大学ファーストアンテン。さあレシーバーを左右2人ずつ開いて、若さが一つフェイクを入れた。あ、これは投げ出しましたね。そうですね、慶応の18番ラインバッカーの中野がこうプレッシャーかけてきましたので、よく打ってましたね、はい、最初一つ左に、ね、投げたかったタイミングで投げられなくてという感じでした、はい、中野君も下級生の時からもう出てるラインバッカーのポジション持ってましたからね、はい、昨年も活躍してましたし、はい、今年もやはりいい動きはしますね。そうですね、慶応のラインバッカー18番中野光平、この選手もね、もう4年、もう4年という感じですね。はい、今年の4年生です。ハンドオフ、荒竹が出れない。97番ですかね、ディフェンスラインがきっちり止めました。山本君ですかね、ロッカーをしっかり跳ね飛ばして荒竹君にタックルが入りましたね。そしてね、このディフェンスはね、こうディフェンスラインをこう交互に変えながらという慶応義塾大学のディフェンス、今はこう手をつく選手が3人ですけど、この3人をねまるっとこう総特化していきますんで、右奥長いパス、若さが狙っていく。あ、今レシーバー抜けてましたけどね。そうですね、ちょっとパスがオーバースローになりましたね、はい、ワイドレシーバー4番長島を狙っていったんですが不成功でした。そしてフォースダウンということでパントに変わります。1番の中谷がパンターの位置、まあ、蹴ると蹴るという動きはしていますけど、まあフィールド中央パント蹴ります。高く蹴り上げていった、フェアキャッチ。17番の岩井康介、こうもうリターンしないよということで、そうですね、フェアキャッチのシグナル、はい、手を横に大きく振って、はい、手を上げて横に大きく振ってサインを出しましたね。取ったところから慶応義塾大学の攻撃となります。まあ、追い風ということもありますが、非常に、ね、高く中谷選手がパンと蹴っていきましたので、慶応義塾大学リターンはしませんでした。そして自陣11ヤード地点から、さあ名倉にそうですね、クオーターバック戻りましたね、はい、12番ですね、名倉に戻してきました。1シリーズごとにこうクオーターバックを変えてという慶応のここまでの攻撃、パス通した、取ったところタックルが入りましたが、ワイドレシーバー18番ミラーヒューパス通しました。3ヤードほど出てセカンダー残り7ヤード、左サイド取ってから内へ切れ込む、24番吉田直樹、先ほどもね、あのレシーバーの位置からそうですね、でいいキャッチしてましたが、ね、今左のトリップですから真ん中のレシーバーですよね、うん、ナンバー2のレシーバーへのジャイロスクリーンでしたね、はい、内側中側の方へ戻ってくるパスでしたね、わずかにファーサイドを取るじゃない、うん、そうですね、ファーサイドですね。サードショートですよね。さあ名倉がこうセットしてからこう左右に指示を与えました。そしてパスをブロック。そうですね、今左にワイドレシーバーの10番の中村君の、はい、まあ、スラントのパス、45度で入ってくるパスを取らせたかったんですけどね、はい、そこへ投げたかったんですけど、そうですね、原崎ですかね、今ディフェンスラインの99番真ん中の、そうですよね、手を上げて叩いてましたね、はい、ファーストダウン取れずパントということになるんでしょうか。ちょっと今選手が1人後から入ってきます。時間が間に合うか、プレークロック残り5秒セットしました。9番広田がなんとか間に合います、間に合いましたね、高く蹴り上げた、いいパントですね、伸びてます、これ逆風ですけどね、新竹がフェアキャッチのシグナルを出してから見送りました。20ヤードの内側まで飛びます。あ、これはいいパントでしたね、
60ヤード近いパント、はい、9番の広田君ですね、はい、もう彼もベテランのキッカーになりましたね、はい、彼ももう4年生ですよ ね慶応の9番広田のパント、この選手も4年生、20ヤードの内側まで飛びました。これは非常にいいパント、まだね旗はこう奥の慶応の応援席の旗はこう右から左に流れているんですが、うん、そうなんですけどね、逆風って感じなんですよ、よくパントが伸びましたよね、はい、自陣18ヤード地点から、早いタイミング左サイドでトス、はい、今度は21番林総一郎の左のトスプレーでしたね、はい、左に3人のレシーバーいました、はい、カメラをブロッカーに使って左へのオープンプレーでしたね、はい、7ヤードぐらいのゲインになりましたかね、はい、やはりこう中は出ないぞということで少しそこ外外で、ね、使ってきてますかね、先ほどの安田武君のもう2クラーあたりから出た、ゲインしたプレーでしたからね、はい、インサイドよりちょっと外目ということで攻めてましたかね、はい、今度はパス、80番のワイドレシーバーの川本への、はい、まあ、3ヤードぐらいのフックパスですけどね、取ったところでファーストダウンというプレー、ファーザン取ってます、ファーザン取れてますね、さあ立教大学自陣30ヤードまで来ました、ファーストアンテン、プレッシャーかかる、若さがかわして右サイド、そうですね、今も危うく、はい、インターセットかなってところになっちゃいましたよね、立教の4番長島とこう、ね、慶応の2番萩原が、はい、どっちがこう、ね、パスカットしているか分からないようなパスになってしまいましたが、うん、ちょっと今若さ君も無理して投げたって感じしましたからね、はい、まあ、後ろから、ね、相手のディフェンスラインですかね、うん、12番の中島ですか、追われてましたからね、はい、追われ て, 投げ捨てた形になりました。さあセカンダウン、モーションかけて新竹が右サイドへ行きます、ハンドオフ持たせてますが、しかしこれは捕まった、ね、慶応のディフェンスライン90番並木のタックル、うん、何話か16番ですかね、はい、そうですね、立教のラインボールキャリアは16番辰巳久隆、大体の登録の選手です。そうですね、それでやっぱり三住君はオフェンスライン出てますよね。そうですね、いますね、オフェンスライン出て、はい、両方ですね、67番そうです、左のオフェンスタックル、今その左サイドで林がかわして前、さすがにゲインはしましたが、そうですね、2、3ヤードはゲインしてますけど、はい、先ほどロスしてますからね、そうですね、あ、まあ、だから5ヤード分ぐらいは出たんですかね、そうですね、7ヤードぐらい残って第4ダウンとなりましたんで、ゲインはしているんですが、パントに変わります、第4ダウンです。さあ1番中谷がパンターの位置を変えます、慶応はリターナーが2人、パントを蹴ります、高く蹴り上げたパント、かわして前、81番浦修吾がリターン入ろうというところ、ここで第1クォーターが終了します。第1クォーター終わって得点は0対7、慶応義塾大学がクォーターバック西澤のタッチダウンランで先制をしています。立教大学対慶応義塾大学の試合の模様、フットボール TV でお送りしております。